シンデレラ、ガラスの靴の物語、アンドルー・ラング、大久保優役。昔々、一人の男の人がいました。男の人はある女の人と2回目の結婚をしたのですが、その女の人はいつも偉そうにしてお高く泊まっている人でした。女の人にしても2回目の結婚でして、前の旦那さんとの間に2人の娘を設けていました。その娘たちと来たら気まぐれで、本当に何から何までその女の人にそっくりでした。同じように男の人も、前の奥さんとの間に幼い娘がいました。それはそれは誰よりも思いやりがあって、お母さん譲りの優しい心を持った少女で、世界で一番美しい心の持ち主と言ってもいいくらいでした。結婚式が執り行われて間もなく、ママ母はその本性を表し始めました。可愛らしくて人が良いこの少女がいると、自分の娘が何とも惨めに思われるので、ひどく邪魔に思えました。そこで少女をとびきり惨めな仕事に就かせようと思い立ちました。お皿をジャブジャブ洗わせ、テーブルをゴシゴシ拭かせ、自分や娘たちの部屋を目いっぱい掃除させました。部屋まで惨めにしようと、狭くて暗い屋根裏部屋に追いやってしまいました。ベッドもなく、そこには藁がどさりと置いてあるだけでした。でも自分の娘たちにはそれぞれキラキラの綺麗な部屋に住まわせ、ベッドも今流行りのベッド、置いてある鏡は頭からつま先まで映せるほどの、それはそれは大きなものでした。かわいそうに少女は我慢するしかありませんでした。たとえお父さんに言ったところで、忙しいと言って取り合ってくれないからです。聞いてくれたとしても、お父さんはあの女の人の言いなりですから、どうにもなりません。少女は仕事が終わると、いつもかまどのある小部屋へ行きました。そこは燃え殻と灰でいっぱいで、いつもその中で座っていました。そのためみんな少女を灰娘と呼びましたが、ちょっと勉強のできる下の方の姉がもう少し綺麗な名前で呼ぼうと、灰かぶり姫という意味のシンデレラという名前をつけました。シンデレラは灰だらけで汚く見えたかもしれませんが、本当の顔は姉たちより100倍も凛々しかったのです。姉たちがいくら綺麗なドレスを着ても金一個ありません。ある時、王子様がダンスパーティーを開くことになりました。お金持ちの人や有名な人など、いろんな人が招かれました。シンデレラの家の2人の姉も服が綺麗でひときわ目立っていたので、もちろん声がかかりました。2人は大喜びで、早速ドレスはどれにしようとか、ペチコートはどんなのにしようとか、頭に何を飾ろうとか、あれこれ悩み始めました。けれども、シンデレラにしてみれば面倒なことが一つ増えただけでした。というのも、姉たちの肌着をアイロンがけしなくちゃならないし、フリルをつけなくちゃいけない、全部シンデレラの仕事なのですから。それに引き換え姉たちは朝から夜までどうおめかしすればいいかしらとしゃべるだけでした。上の姉がこう言うのです。私としてはフランス製の縁飾りがついた赤いビロードの服がいいかなって思うのよ。一方下の姉は、私はお気に入りのペチコートを着たいんだけどね。でもそれだけじゃダメだから、ゴールドの花付きのお気に入りのケープね。あと
ダイヤモンドの胸飾りね。ねえ、これって普通は手に入らないものなのよ。という次第です。それから衣装の扱いの上手な女性に頼んで、ぴったり合うように頭飾りを2つ直してもらったり、ドラポシェのお嬢さんからは赤いブラシとつけぼくろをもらったりしました。シンデレラも服選びに呼ばれ、どんな格好がいいかしらと2人に聞かれました。実はシンデレラはとてもセンスが良くて、2人の着る服をいつもアドバイスしたり、頭をきれいに飾ったりしていたのです。だから2人の姉はこぞってシンデレラを呼びました。シンデレラが服を飾っていた時に2人は言いました。シンデレラ、あなたもダンスパーティーに行きたくなくて？しかしシンデレラは悲しそうに微笑んで言いました。ご冗談をお姉さま、私が行くなんて滅相もありません。そういうシンデレラに2人はこう返しました。ああ、その通りだね。だってシンデレラなんかがダンスパーティーにいたらみんなの笑いものですものね。シンデレラさえやらなければ2人の頭はへんてこりんになってしまうのに。でもシンデレラは優しい子だったので2人の頭を完璧に仕上げました。2人は嬉しさのあまり2日間何も食べませんでした。それくらい嬉しかったのです。また体を細くすらりと見せようと紐で無理やり絞ろうとして、たくさん紐をちぎってしまいました。そういうことをした挙句、何度も何度も鏡の前で自分の姿を見つめるのでした。ついに楽しいその日がやってきました。二人はお城へ出かけていきました。シンデレラは遠ざかっていく二人をじっと見つめていました。二人の姿が見えなくなってしまった時、シンデレラは突然悲しくなって泣き崩れてしまいました。その時、シンデレラの乳母が泣いているシンデレラを見つけて、どうしたの？と聞きました。私本当はと、シンデレラはそこから先が言えなくなってしまいました。涙が次から次へと出てくるばかりで言葉が出てこないのです。そんなシンデレラを見ていたこの乳母、実は妖精の国生まれの魔法使いだったのです。お前はダンスパーティーに行きたいと思っている、違わないかい？シンデレラは、はいとため息まじりに答えました。乳母は、よろしいと言い、シンデレラに向かって話を続けました。ほんの少しの間でいいよ、いい子にしてな。そうすれば何とかしてやろうじゃないの。それから乳母はシンデレラを部屋に連れて行き言いました。庭に出てってかぼちゃを持ってきておくんな。シンデレラはすぐに畑の中で一番大きなかぼちゃをもぎって乳母のもとへ持ってきました。でもシンデレラはこのかぼちゃのどこをどうしてダンスパーティーに行けるようになるのか全く思いもつきませんでした。乳母はかぼちゃの中身を全部ほじくり返して硬い外側だけにしました。その後短いステッキでちょんと叩くと、かぼちゃはたちまち大きくて立派な馬車に変わってしまいました。金色でキラキラ輝く4つの車輪がついた馬車でした。それから乳母はネズミ捕りのあるところへ行って中を覗きました。20日ネズミが6匹生きたまま引っかかっていました。シンデレラは乳母に言われたのでネズミ捕りの入り口をちょっとだけ開けました。
すると20日ネズミがぴょんぴょんと1匹ずつ出てきて、ウバはネズミがぴょんと出てはステッキで叩き、ぴょんと出ては叩きを繰り返し、あっという間に6匹の20日ネズミは6頭の馬に変わってしまいました。そこにいるのは20日ネズミみたいな綺麗な灰色のブチがついた立派な馬の一団だったのです。ただ運転手がいないので馬たちは落ち着かないといった感じでした。シンデレラはピンときてウバに言いました。ということは御車が必要なのでしょう。私今度はドブネズミの罠のところへ行って引っかかっていないか見てきますわ。ウバはシンデレラにこう言いました。ああその通りだね、行ってしっかり見てくるんだよ。シンデレラが罠をウバのところに持ってくると、中には太ったドブネズミが3匹いました。ウバは3匹の中からヒゲが一番長い1匹を選び、妖精のステッキで叩きました。するとドブネズミはたちまち明るいデブッチョの御車に変わってしまいました。皇帝のヒゲを蓄えて、その偉そうなことといったら誰にも比べようがありません。次にウバはシンデレラにこう言いました。もう一度庭へ行っておくんな。ジョウロの陰にトカゲが6匹いるから、それを捕まえてくるんだよ。シンデレラはすぐに捕まえてきました。ウバはトカゲたちを6人の召使いに変えてしまいました。6人の召使いは馬車の後ろに急いで飛び乗りました。召使いは金や銀で飾り立てたお敷瀬に身を包み、ずっとそればかりやって、もう慣れっこだと言いたいかのように馬車の後ろにぴったりしがみついていました。ウバは一段落をつけてシンデレラに言いました。ほら、もうここにはダンスパーティーに行くには十分な馬車もお供も揃ったよ。ん？嬉しくないのかい？シンデレラはポカンとしていましたが、はいと言いますと、あることに気がつきました。でも私こんな汚いボロではいけない。そこでウバはステッキでシンデレラの服を叩きました。するとどうでしょう、みるみるうちにシンデレラの服は金や銀、宝石などを散りばめた立派なドレスに変わってしまいました。そしてウバは一足の小さなガラスの靴をシンデレラに与えました。世界のどんなものより可愛らしい素敵な靴でした。こうしてシンデレラはすっかりおめかしして馬車に乗り込みました。けれどもウバは最後にシンデレラにある注意をしました。ダンスパーティーを楽しむのはいいけど、夜中の12時を超えてはいけないよ。もしちょっとでも過ぎたら、馬車はカボチャに、馬は20日ネズミに、御車はドブネズミに、召使いはトカゲに、ドレスはボロに、みんなみんな元に戻ってしまうよ。とシンデレラはウバに、12時までにはダンスパーティーから帰ってきますと約束しました。それからすぐさま馬車は走り出しました。シンデレラは湧き上がってくる喜びを隠しきれないでいました。王子様は誰も知らない素敵なお姫様がやってきたと聞いて、お迎えしようとさっと出てきました。シンデレラが馬車から降りると、王子様が手を取ってダンスパーティーの会場へ案内してくれました。すると会場はシーンと静まり返って、みんな踊るのもバイオリンを弾くのも忘れて、新しくやってきた見知らぬ絶世の美人を前にじーっと見つめることしかできませんでした。しばらくするとざわざわとみんなは騒ぎ出しました。おい、あの人大変な美人じゃのう。
ねえ、あの人大変な美人じゃねえ。王様はもうお年でしたが、それでもシンデレラの美しさにはびっくりしてしまいました。そして隣にいるお妃様に、昔お前を見た時もあの少女のように美しかったんだよと甘くささやかずにはいられませんでした。会場にいた女の人はみんなシンデレラの服や頭飾りがあまりに素晴らしいので、次の日に真似してこようとじっと見つめました。でもそれには乳母が与えてくれたような素晴らしい素材とシンデレラのような見事な腕前が必要なのですけどね。王子様はシンデレラをパーティーの主役が座る席に連れて行きました。そして一緒にダンスをしましょうとフロアに手を引いていきました。みんながうっとりするほどシンデレラのダンスは上手でした。おいしそうなお菓子が出された時も王子様は一口も食べず、ずっとシンデレラの顔を見つめていました。シンデレラは姉たちのそばに行って座り、大変丁寧に挨拶をして王子様からもらったオレンジやシトロンを分けてあげました。二人の姉はシンデレラだと気づかず、とてもびっくりしていました。シンデレラがこうして二人の姉を楽しませているうちに11時45分の鐘が鳴りました。シンデレラは慌ててみんなにお別れの挨拶をしてから一目散に会場を後にしました。家に帰るとシンデレラは急いで乳母を探しました。そしてお礼を言いました。あともう一つ、シンデレラには言わなきゃならないことがありました。明日もダンスパーティーに行きたいということです。というのも王子様が、明日もぜひ来てくださいと言ってくれたからです。シンデレラがダンスパーティーのことを乳母に嬉しそうに話していた時、ちょうど二人の姉が玄関のドアをノックしました。シンデレラは走って行ってドアを開けました。遅いお帰りでございますねと目をこすって伸びをしながらあくびまじりにシンデレラは言いました。誰が見ても今起きたばかりにしか見えませんでした。でも姉たちが出かけてからシンデレラは一度も眠いと思ったことはないのですけれど、下の姉が言いました。もしあなたがダンスパーティーにいたならば一時も退屈することはなかったでしょうなんてね。だって綺麗なお姫様が突然現れたのよ。もう見たことないくらい美人なの。すごく礼儀正しくて私たちにオレンジとかシトロンとかくれたの。シンデレラは面白くないふりをしました。でも一応、お姫様の名前ってなんていうの？と聞きました。二人の姉は、名前は知らないけど王子様はそのお姫様にドキドキしていたわと言いました。王子様なら名前を知るためにこの国だって与えかねないわと、この時ばかりはシンデレラも微笑みました。それからこう言いました。とても綺麗なお姫様でしたのね。羨ましい限りですわ。私もそのお姫様が見たくなってきましたわ。ねえシャルロットお姉様、お姉様のいつも着ているあの黄色い服貸してくださいませんか？それに対して上の姉のシャルロットは甲高い声で言いました。まあそう来ると思ったわ。あなたのような薄汚い灰娘に私の服を貸せですって？バカにしてるわ。シンデレラもそういう返事が来ると思っていました。逆にそう言われて嬉しかったくらいです。だってもし姉たちがお遊びで服をくれようものなら
シンデレラは惨めな気分でパーティーに行くことになったからです。翌日、姉たちはダンスパーティーへ行きました。シンデレラも行きました。昨日のパーティーの時よりもっとおめかししていきました。王子様はずっとシンデレラのそばにいて、いつも優しい言葉をささやいてくれました。あまりにも楽しかったものですから、シンデレラは時間のことなんてすっかり忘れていました。今は11時くらいかなとぼんやり思っていたのです。するとどうでしょう、12時の鐘が鳴っているではありませんか。シンデレラはびっくりして飛び上がり、ウサギのようにそそくさと逃げ出さなくてはなりませんでした。王子様は一生懸命追いかけましたが、シンデレラはもう行ってしまった後でした。けれどシンデレラのガラスの靴が片方残っていました。王子様はそろっと靴を拾い上げました。シンデレラは息を切らしながらなんとか家へ帰れました。服はすっかり元のボロに戻っていて、綺麗だったあれやこれやは何もありません。ただお城で落としたガラスの靴のもう一方だけが残っていました。そのすぐあとお城の門番が、誰かお姫様が抜け出さなかったかと聞かれました。すると門番の一人が、若い娘が一人出て行きおりましたと答えました。ほいじゃがボロを着とってお姫様いうよりは貧しい田舎の娘いう感じだったですと。やがて二人の姉もパーティーから帰ってきました。シンデレラは、楽しかったですか、またあの素敵なお姫様はいましたかと聞きました。二人は、いましたわと答えました。でも12時の鐘が鳴った時、慌てて飛び出していって、慌てすぎてガラスの靴を落としていったのよと。とっても可愛い靴で王子様が拾ったの。だってパーティーの間中ずっとそのお姫様のことばかり見ていたんですから、当たり前のことだけどと続けました。そして最後に、王子様はそのガラスの靴のお姫様に一目惚れしたに違いないわと付け加えました。二人の言ったことは全くその通りでした。何日か経った日のこと、トランペットが鳴って、王子様のことでお触れがあると言ったのです。なんとその拾ったガラスの靴がぴったり足に入る女の人を王子様の花嫁にするというではありませんか。王子様に言われたお役人はいろんなお姫様にその靴を履いてもらいました。それからいろんな人の奥さんやお城にいる娘たちにも履いてもらいましたが、ぴったり入る人は誰もいませんでした。靴は回り回ってシンデレラの家にもやってきました。姉たちは何とかして靴に足を押し込もうとしましたが、どうにもこうにもなりませんでした。シンデレラは横で見ていて、ガラスの靴が乳母からもらったあの靴だということに気がつきました。そこで笑いながら言いました。私にも合わないかどうかだけ確かめても。二人の姉はプッと吹き出してシンデレラをからかいました。でも靴の持ち主を探しているお役人はシンデレラをじっと見つめました。お役人はシンデレラがとても凛々しい顔をしていると気づいたのです。そこでお役人はこう言いました。履いてみんさい、誰にも試してみーと言われとりますけと。お役人はシンデレラを椅子に座らせ、足に靴をあてがうとするりと入ってしまいました。まるですべすべに磨いたみたいに
シンデレラの足にぴったり入ったのです。二人の姉はびっくりして何も言葉が出てきませんでした。でも次の瞬間、もっとびっくりしました。シンデレラがポケットからもう片方のガラスの靴を取り出して自分の足にはめたからです。そこへウバがやってきて、シンデレラのボロをステッキでちょんと叩きました。シンデレラの服はみるみるうちに前よりももっと綺麗な服に変わってしまいました。さすがに二人もダンスパーティーで見た綺麗なお姫様がシンデレラだったことに気がつきました。二人はシンデレラの前にひざまずいて、今までひどいことをたくさんしましたが、どうか許してくださいとお願いしました。けれどもシンデレラは二人の顔を上げさせてぎゅっと抱きしめました。そしてこう言いました。いいんです、本当にいいんです。ただ私をいつも好きでいてくれたらそれだけでいいんです。シンデレラはその姿のまま王子様の前へ案内されました。王子様は今日のシンデレラが今までの中で一番美しいと思いました。数日後、シンデレラと王子様は結婚式を挙げました。心優しいシンデレラの取り計らいで二人の姉もお城で暮らせるようになり、シンデレラの結婚式と同じ日に姉たちもお城の偉い人と結婚しましたとさ。シンデレラ、ガラスの靴の物語。アンドルー・ラング、大久保優役。